ぐぐぐぐぐどうもいやいや、自己紹介ないかい。うんぽころこ小学校から参りました。うんぽころこ部、うんぽころこ所属のバカです。はい、というわけで、今回、新人の警備員が今回、このピザ屋のバイトにやってきたというわけで、はい、今回私がこの見習い君の教育係としてやってまいりました。ピザ屋隣道です。私はね、この警備員、はい、歴は長く、だいぶ正社員の域に達している、だいぶベテランと自負しておる、まあ自他ともに認める正社員ってとこかな、うん、まあね、まあ俺はそのトップに上る社長だからな。うーん、滑舌終わってる。ポン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 、ニューゲーム、はい、ポチッとな。かわいいな。フレディ・ファズベベザーバーズ、フレディ・ファズベアーズピッツァというわけで、このお店で今回若さんは警備員の仕事をやっていただくというわけでございます。なるほど、警備員、はい、まあこんな感じでだいぶ質素の部屋になっておりますが、おーっと着信ありですね。あ、これ社長ですね。あの研修生だよねお前。おい、社長からの電話来ていいの？切ります。これは何をすればいいんでしょうか。まあちょっとここは君の腕を見るというわけもあって、ちょっと自分でちょっと散策してみていかがです。わかりました。いや、おお、早速気づきましたね。このゲームのゲームじゃねえや、ゲームなんて知らない、警備員の仕事の醍醐味ですね。監視カメラ、今回はねこのカメラを見つつ、はい、まあ、このお店に異常がないか確認するんですけども、実はなるほど、そうじゃないんだよなっていうゲームですね、このゲームは。俺が思うに、はい、絶対この中でやってるカップルがいる。ふざけやがってこのクソが。あー、やってんな、ちょっと捕まえてやるよ。ちげちげ、そういうゲームじゃない。このお店の安全を守っていただきます。わかります？わかんない。わかるよ。わかんない。これ俺は移動できないの？はい、この部屋から一切出れません。トイレも行けません。拷問だな。こんな感じで、まあ機械人形がねこのお店にはいるんですけど、はい、カム一を見ていただきたい。そうです、これがあれですね、当店の自慢のマスコットキャラクターたちです。おお、こいつらがまあ誤作動を起こさないように、まあ、見るってのもあるね。なるほど、これはあれだね、ちゃんと部屋が書いてあるって。のバックステージですね。バックステージ、控え室的な。お、はい、なにこれ。キッチンだけど、ちょっとここね、ごめんね、カメラ壊れてんだ。お前はここにいるから。あ、じゃあここ近くあったらやばい。そういうことだね。まあまあとりあえず、まあ初日なんで、まあ気楽にせっせと楽しくやっててください。今回警備員の仕事を受けに来た戦いきさつっていうのを聞いていいですか、はい、若さん。なんでしょうか。なんでだよ、おかしい。聞いてんだよこっちがよ。おい新人、あ、お新人おかしくねえか。先輩に、俺がこの面接を受けに来た理由を聞きたいのか、はい、まあな、うん、俺は前職、はい、ちょっと裏の仕事をやっていた。ああ、そういう危ない感じでやってたんだね。ああ、ここではちょっと言えねえよ。言ったらもう、戸塚の剣よ。前職ちょっとね、ちょっとやらかして、いろいろ。そうで、怒ってなくなっちゃった感じ。スプラトゥーンをやってたんだ。全然みんなやってるけど。スプラトゥーンでな、イカを殺しまくってな。あら、ん？いいね、そのリアクション。のいいね。なんこれ。なんこれ。ウサギですけど。なんか機械人形移動してる。あ、こっからここに移動したのか。そうですね、まあだから、うん、こう来て、こう来る、来て、こう来て、俺をパクられるわけだ。パクパクされちゃうわけだ。いや、あながち間違ってはねえけど。で、その来た瞬間にドアを閉じるってわけだな。察しがよろしいよね。よっしゃ、オッケー。あ、そう、あと、あの、これバッテリーがあって、うん。あの、カメラ見てる間、結構バッテリー使っちゃうんだよね。有限なんだよ、やっぱ。半分しかないじゃん。この店、実は電力がね、あんま賄えてなくて。なるほどな。ちょっと節約しながら、やっててちょ、みたいな。あれ？え？こいつさっきのやつじゃなくね？これはそうだね、違うね、担当が違うおやっさんです、ね、別の部屋。え？こっち向いてる。おお、めっちゃやる気あるやん。さっきこっち向いてなかったよね。ねえ、めっちゃメンチ切ってるけど。うさぎ、あれ？もう来てんじゃない？あ、今いた。え？ライト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 、いないね。こっちか。
うさぎちゃんは、まあこれ先輩からの助言だと思って聞いてくれや。おう、うさぎちゃんはね、おお、おい、なんで俺がビビってる。おい、ライト消せ。バッテリーが持ってる。怖い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 。待って、開けて。なに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 、何よこれ。もう鬼の良くなってる。え、あ、うさぎちゃんはあの右からは来ません。左から、左から限定ですね。いるね。ああ、こいつか。いますね。うわ、あ、これ難しいね。そういうことか。そう、来るんですよ、こうやってどんどん接近して。なんでこいつらは俺を襲っているんだい。まああれじゃない、やっぱ新人いたぶってんじゃね。なるほどね。新人いたぶりね。俺そういうの慣れてるからさ、なんか返り討ちにしちゃうかもしんない。ごめんね。これさ、こことここだけ見てればもういいんじゃね。こことこことここと、ここだけ見てれば。まあ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 ね、理屈的にはそうですね。俺天才、もしかして。俺世界一になれるぞこれ。ん、来ないね。お、どうした。なんか扇風機が強になってる。おいし、なんで気づくの。扇風機強、扇風機強は危ないな。いるね。あー、おいお、朝です。昼の起きだ。違う。2日目です。2日目。はいはい、まだまだ続きます。ちょ、もう研修慣れたわ。研修慣れました。うん、もう仕事を通してもうちょっと捉えちゃうわ。はい、まずここ見ます。カム1。あ、まず語る。あ、社長から電話ね。はい、社長から電話です。しっかり出ましょう。ガチャ。はーい。おおおおおシャラッ。おお、早速。なるほどね。ってことはこのルートから来てるわけだ。いないね、いないね。あ、もうカムにいるね。はやくね、こいつ。はやえな、こいつ。チラチラ。ああ、怖い怖い。おー、いる。妹ってやがる。妹ってやがる、こいつ。いやいやいや、あそこに地雷仕掛けといたはずなんだけど。なんで爆発しねえんだろう。人の店で何やってんの。あの、今回2日目なんですけど、まあ本当に研修が終了みたいな形になって、はい、まあ2日目も難易度が今上がってるじゃないですか。はい、難易度が上がるってことは、はい、必然的に左だけじゃないってことですよ。はい、あ、いない。ってことはカム2にいる。カム2近づいてきてるね。カム1は、あ、あ、やばくない、あれ、やばくない、これ。おー、いない。怖い。ビビらせんじゃねえよ。ビビらせんじゃねえよ。あ、左左左。え、え、左。え、えおー、やめてこれ、目凝らさなきゃちょっと見逃しちゃうね。そうだね。あとカメラ見てる間は入ってくるからね。それさ、危なお前。今ずっと見てたら死んでたね。ルール違反だね。俺さ、鳥いなくね。鳥いないね。来てたね、キツネさんが。うん、キツネもね、これカメラ見てないとどんどん来るんで。キツネ、はい、これキツネなんですよ、こいつ。こいつ、はい、今だいぶカーテンから出て、なんか君を今にも食べような勢い。あぁ、カム4か。カム4だね。こっち、こっち来てるわ。あ、来てんな。左は来てない。オッケー。右は来てない。大丈夫、大丈夫。あ、よしよし。はいはい、来てない。はい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 、はい、大丈夫。はい、あ、来た。左、右じゃない、右じゃない。うわぁ、ギャーン。待って、左は、違う。おぉ、起きてきた。はい、ちょっとこっからね、新人の底力を見せていきたいと思います。アルバイトの基本、はい、もう手順覚えましたか。覚えました。基本の手順、まずは電話が来ます。来ない場合もあります。なんかこれ、これ何。いや、これはちょっとなんかサプライズみたいな。ちょっとなんかあの緊張してる君の緩和みたいな。なるほど。左ライトチェック、チェック、オッケー。右チェック、チェック、なし、オッケー。フォクシーチェック。おっ、すげえ。何だよ、自衛隊これ。ライトチェック、異常なし。右チェック、異常なし、なし、なし。プレディガミ、はい、異常あり。私、五感消滅。鳥いる、いる、キモい。はい、若、お腹空いた、了解。足音了解、足音了解。あ、右、アヒル来た。あ、え、
あーこれは死で確定ですね。なんで締められないのあれ。ということでね、第2ラウンドスタートということでね、今回俺がストーリーを築き上げていくぜってことで、まずフォクシーをチェック、はい、まずいない。そしてここの3体もチェック、まずいない。まあ可愛らしいお兄ちゃんですね。ステージにいるからバッチリ3体って人言ってんじゃねえかお前。フォクシーの勢い、あ、いねえし、あ、いないいないやん、いないやんけ、フォクシーもいない、オッケーってことは、フォクシーはネクラずっと引きこもってどうしよう、いるねってことは、まだ時間はある。はい、まだここで余裕こくんですよ、ここでプップップップって、アンコール聞くか、アンコール、アンコール、うさちゃんは、お前西松屋行け。なんでだこの1日頑張ったら俺がピザ奢っちゃうから、奢っちゃるけ、マジ頑張る、頑張る、頑張ろう、ちょっとガチでやるわ、はい、もう一回もねここに映させないようにするわ。それは無理だそれは無理だフレディホイホイとかないの、ドキュメントノリで言うね。おおおおおない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 来るんだったらお前男だろ。あ、お前もしかして女？男なら一歩さ、お前ダーンと行くけどさ。おー、じゃあいい！来たなー。それでこそ男だ。お前いい男だ。俺が見込んだ、さすが。機械人形にはいい機械をあげなきゃな。首な？え？あ、来たんじゃない？よくわかったね。音？うん、なんか。見聞色的な覚醒して今マジか、未来が見えんのお前だけじゃねえんだぞ。おめえさん覇気使えんのか。使えちゃったんだよ。おめえさんに竜王というものを教えてやろう。いや、それヒョコロを破る。ヒョコロ乗っちゃうやんそれ。麦わらの人もみんな、おお、あら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 、こんなもんですか2日目は。そんな意外心だけど。